りっちゃんです。はい、今日はですね、またまたレゴですごいものを作ってしまいました。じゃじゃーん、こちらです。え、ただの四角いものじゃん。ちっちっち、これちゃんと宝物が入ってるんですよ。え、じゃあどうやって宝物を取り出すかって。では今回は取り出し方と作り方を説明したいと思います。では早速、作り方はこちら。はい、今回作る秘密箱は3層構造になっているので、まずは一番下の段を作っていきたいと思います。一番下の段には宝物を入れるためのボックスがあるので、まずはそのボックスを作っていきます。はい、このようなね、入れ物を作ることができました。こちらの入れ物は土台となるシートの2マス開けたところにこう設置されるので、この下にこのようなツルツルのパーツを敷き詰めていきます。はい、このように敷き詰めることができました。そうしたら、ここの段のギミックはこのような細いブロックをここから差し込んで、これをスライドさせることでこのブロックが取り出せるという仕組みにしたいので、この棒がスライドできるスペースだけ残して、あとはこの周りに壁を作っていきます。はい、これで一番下の段は完成です。バーを入れるための穴があるので、ここに入れてこちらにスライドさせるとこのボックスが出てくるという仕組みになっています。はい、真ん中の段もさっきと同じ土台の上に作っていきます。ちょっと1枚のね、台がなかったので、今回はちょっとつなぎ合わせて作りました。はい、次の段ではこちらのプロペラのパーツを使って先ほどのバーを取り出す仕組みを作っていきたいと思います。プロペラのパーツと横にもブロックが付けられるパーツを組み合わせて、プロペラがこの上に向くようにします。そしてこのプロペラにこのようなブロックを2つ90度の関係になるようにくっつけます。このブロックでこちら側のプロペラを動かすことによって、こっち側のプロペラも動きます。こっちのプロペラが動くのを利用して、先ほどのパーツが押されて出てくるという仕組みを作っていきたいと思います。あとはこの周りやこのブロックがまっすぐ出てくるようにサイドに壁を作っていきます。はい、真ん中の段完成しました。ここに細いブロックをセットして、こちらから茶色のブロックを入れるとこのように細いブロックが取り出せるようになります。はい、では最後に一番上の段を作っていきたいと思います。こちらも先ほどと同じ土台を作りました。先ほどの茶色いブロックを取り出す仕組みをこの棒を使って作っていきたいと思います。最後のギミックは本当に簡単で、この棒にこの小さいブロックを取り付けてこのようなパーツを作ります。そしたらこの取り出したいブロックの近くにこの棒を入れて回して引くとこのブロックが取り出せるという仕組みにしたいと思います。なのでこのブロックが滑る下にツルツルパーツを敷いて、あとはこの周りに壁を作るだけです。はい、これで一番上の段完成です。はい、ここにこのブロックが入る場所とこの鍵となる棒が入る場所があります。こちらに棒を入れてくるっと回して引っ張るとこのブロックが取り出せる仕組みになっています。はい、では最後仕上げに作った3つのパーツをすべて組み合わせて上に屋根をします。はい、レゴ秘密箱の完成です。では実際にこの中から宝物を取り出してみましょう。はい、まず1つ目の鍵はこのアンテナみたいな棒ですね。この棒をこちらの穴に入れます。そしてこれを回して引っ張ると、おい、こちらのブロックを取り出すことができました。次は
こちらの穴にこのさっき取り出したブロックを入れると、はい、見えますか？こちら横から細長いブロックが出てきました。はい、最後にこちらのブロックを細長い隙間に入れてスライドさせると、はい、箱が出てきました。この箱の中にはレゴのね、人形だったりビー玉が入っています。はい、レゴ秘密箱いかがだったでしょうか？面白い作りなのに仕掛けはそこまで難しくないので、皆さんもぜひぜひ作ってお友達とかと一緒に遊んでみてください。それではこの動画が面白かった、ためになったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。